トリフスタジオの岡本です。メカウデという作品で監督を務めております。このメカウデっていう作品は少年漫画、日本の少年漫画をコンセプトにした作品で、中学生の少年少女の体からメカの腕が生えているんですけれども、そのメカウデと一緒に戦うバトルアクションアニメーションです。もともとは私が自主制作アニメーションをずっと作ってる中で、ただそれとは関係なく1枚人間からメカの腕が生えた落書きを書いたら、なんかアニメ楽しみにしてますっていう風に言われて、あ、これをアニメにしたら面白いんだなっていうのをなんかいろんな人から言われて、でそこからどんどんアニメーションとしての企画を膨らませていって、クラウドファンディングの企画を立ち上げるまではやっぱりそれも自主制作として自分たちだけで満足のいくものを作ろうとしてました。もともと私がデジタルを使ってアニメーションを作ったんですけれども、その中で最初はフォトショップから始まって、もっといいソフトはないかなって探してる中で出会いました。一昨年の10月に海外のキックスターターでクラウドファンディングをして資金を調達して、今年の1月に今度は日本で国内でクラウドファンディングして、で今7月完成をに向けて制作を進めているところです。トリフスタジオが福岡のスタジオなんですけれども、基本的には福岡で、私も福岡ですし CG 班も福岡で作業してて、TB ペイントを使った作画作業を一部東京のスタッフにお願いしてやってもらってますが、とってもデジタル作業なので、すぐにデータ見ながらスカイプとかで通話しながら指示を出したり打ち合わせしたりしながら進めてます。もともと一番最初はクラウドファンディングで集めたお金で30分の作品を1話作るという予定だったんですけれども、企画を進めていくうちにシリーズ展開をしましょうという話になり、今、テレビアニメでいうと全12話分1クール分のシリーズ構成まで行ってます。で、今回制作するものはその12話の中の第4話あたりの、いろんなキャラクターが揃って魅力的なキャラクターがたくさん出る回を1話パイロットエピソードとして、制作してます。作画作業の流れとしては、まずアニメーターさんにラフアニメーションって言って、いわゆるラフ原画に近いものだと思うんですけれども、動きを TB ペイントで作画してもらってます。まずはで、そこでキャラクターの動きを決めてから、次は CG、 これは 3DS Max 使ってるんですけど、その、先ほどの手書きのラフアニメーションを CG でなぞってもらってます。でそれをさらに、TB ペイント上でレタッチして完成させてます。ラフアニメーションで入れきれなかったニュアンスは CG で入れてもらってます。ただ、CG そんなにそのまま使えるほど作り込んでない部分があって、こういうちょっと線がガタついてるところだったりとか、めり込みだったりとかを、レタッチで直しつつ、動きがおかしいところもレタッチで新たに直してます。あと表情もレタッチの段階で入れてます。結構その CG と作画が密に連携を取り合ってて、これはCG と作画が密に連携を取り合ってて、これはまだラフアニメーションの段階ではあるんですけれども、ある程度作ったら一旦 CG の人に回して、 CG でまた動きを作ってもらって、それをまたラフアニメーションでブラッシュアップしてっていうのを何回か繰り返して動きを作ってるカットとかもありますね。TB ペイントだとそれがすごいやりやすいので助かってます。全カット CG をなぞってるわけではなくて、止めだったりはもうラフアニメの段階で結構綺麗に描いてもらって、それをそのままクリーンアップしたりもしてます。作画した後にキャラクターの塗り分けをするときに早塗り機能を使っていて、ラフアニメーションの段階で色まで塗れるんで、この段階ですでに撮影した時の画面を想定しながら作業ができるのがすごいありがたいですね。あんまり色全部についてるわけじゃないんですけれども、
大体こういう感じでエフェクトが広がってっていう、こういう色味になってっていうシミュレーションができるのがすごい助かってます。ドリフスタジオの川村と申します。メカウデでは CG だったりコンポジット、あとは管理表シートの管理だったりその他雑用全般的にやってます。 DB ペイントで絵を描く以外を全般的にやってるんですけど、字を書くのが下手くそなので多分あんまり TV ペイント使う方であんまり使わないであろう機能なんですけど、文字を打ったりっていうのをあれですね、なんて言えばいいですかね、ここのフレームの尺だったりカット番号、カメラの画角だったり、こういうそういう時に TV ペイントだとCSV 書き出し JSON での書き出しがあるので、すごくそれを活用させてもらっていて、今ちょっと検討してるのがクリタっていう無料のソフトがあって、あのソフトは CSV が読み込めるんですよね。で、かつその後にアフターエフェクトで撮影処理があると思うので、最新のバージョンでは JSON で AE に持っていけるんですけど、ちょっと配られてるスクリプトファイルを直接触らせてもらって CSV でクリタに行ってアフターエフェクトに行けるようにメカウデではワークフローを組んで活用させてもらってます。今ありがたいことにいろんな方から応援していただいて、すごい大きなプロジェクトになりつつあるところです。